太陽系家族写真とは太陽系全体の姿を一枚の写真に収めたもののことである。これまでに数回撮影が試みられている。ただし一枚の写真に太陽系を全て収めることはできないため複数枚の写真をモザイク状につなぎ合わせることによって太陽系全体の姿を再構成する方法が取られている。この図像が制作された米国では ファミリーポートレートあるいは、ポートレートオブザ・プラネッツと呼んでおり、太陽系を一つの家族に例え、その全体写真を、家族のメンバー全員が一緒にいる姿を一枚の写真に収めるファミリーポートレートに例えた故障である。1990年2月14日、ボイジャー1号が、太陽からおよそ60億キロ離れた地点から、家族写真を撮影した。これが、 史上初の試みである。39枚の写真からなり、これは、ボイジャー領域によって撮影された最後の写真となった。地球を指す、ペールブルードットという言葉は、この時に撮影された地球の姿が元となっている。ボイジャー計画の画像チームの一員で、天文学者のカール・セーガンは、この撮影計画を実現するために何年も活動を行った。 ボイジャー1号によって撮影された太陽系の家族写真。太陽系家族写真の詳細。この写真には6つの惑星が写っている。左より、木星、地球、金星、土星、天皇星、そして海洋星である。水星はあまりに太陽に近く見えないため、この距離からはもはや小さな光の点でしかない太陽が写真の中心に置かれた。 火星は太陽の産卵光に邪魔され、ボイジャーのカメラでは検出できず、また純惑星で、撮影時点では惑星に分類されていた。冥王星は、その小ささと太陽からの距離を考え撮影されていない。なお地球が映っているフレームには、月も映っていたことが明らかとなっている。この画像における惑星は、自然な外見ではない。 なぜなら、細部を可能な限り撮影するために、個々の惑星の画像をそれぞれ異なったフィルターを使いながら、露出を変えて撮影したからである。太陽は、科学画像システムの撮像管に与えるダメージを防ぐために、最も暗いフィルターを使って、可能な限り露出時間を短くして撮影された。各惑星の近接写真は、凶角のカメラを使って撮影されたが、 今回の画像の大部分は、広角レンズカメラを使って撮影された。また天皇星、海王星は、距離が、比較的、近かったため、露出時間を長くしたことにより撮影中に位置が、動いてしまい、形が崩れてしまっている。この画像は、地球からおよそ40.11天文単位、に、王道より、天頂方向に傾斜角32度の地点から、撮影された。 二機あるボイジャーのうち、一号機が撮影に選ばれたのは、太陽系の面から一号機が遠く離れていたのに、対し、二号機は、太陽系の面の近くに位置していたこと、また太陽による、眩しい散乱光に邪魔されることなく木星を、撮影できる位置にいたことなどが理由である。2010年11月に、水星探査機メッセンジャーによって、 再び太陽系の全体写真が撮影されている。これは34枚の写真から構成されており、ボイジャーの時とは違い、太陽系の内側から撮影された。メッセンジャーによって撮影された、太陽系家族写真。今回は水星も撮影されているが、天皇星と海洋星に関しては、あまりに遠すぎるため、最長10秒間の露出を行っても、検出できなかった。 また、純惑星の冥王星に関しても、あまりに遠く、また非常に小さいため、撮影しても検出はできなかっただろうと、推測されている。太陽系、グランドツアー、ニュートンプレス、1991年6月。ありがとうございます。